はい、どうも、シュです。今回はですね、人間関係で疲れない方法3つというテーマでお話していきます。サムネにもあると思うんですけど、悩みの理由となっているもの、大体元をたどっていくとね、絶対人が絡んでるんですよ。なのでほぼ 100% はもう人間関係だっていうふうに私は言い切ってます。でね、私はうつ病を経験して回復して、今お仕事できてるんですけど、とにかく一番怖いことです。うつが再発してしまうことなので、再発しないために本当に、いろいろとメンタルハックをね、今までやってきたわけですけど、やっぱり人間関係ってね、めっちゃ重要なんですよ。それは、いい人と出会うことっていうのはもちろん大事だし、自分の嫌いな人とか、関わってるとこう疲れちゃう人っていうのは、あまり関わらないようにすることが大事だというふうには思うんですけど、そうは言ってもさ、普通に社会生活を送ってるとさ、なかなかその嫌な人を遠ざけられない状況っていうのもあるわけじゃないですか。で、私も当然あります、そういうのがね。で、そんな私がですね、考えている人間関係で疲れない方法を3つ今回はお話していくので、ぜひ最後まで聞いてください。で、まず1つ目ですね。1つ目はね、嫌われる勇気を持つっていうことですね。嫌われることが怖いとか、相手にどういうふうに思われるのかちょっと怖いなっていうふうに感じてるときって、こういうことやめてくださいよとか、こういうことされるの好きじゃないですってなかなか表明できないんですよ。で、表明できないときって、世の中本当にいろんな人がいるんで、明らかにあんたおかしなこと言ってるよねとか、明らかにいや、周りの目から見てもお前相当変な風に見られてるぞみたいな感じの人でも気づかずに振る舞ってる人ってたくさんいて、で、そういうね、被害者ってたくさんいるわけですよ、私含めね。で、そういう人に対して、いや、私はこういうの無理なんですよとか、ダメなんですよっていう風にはっきり言えないと、その人も気づかないし、で、自分の中でも線引きができないんですよ。線引きができないから、なんか嫌なんだけどなとか思いながら、あ、そうですねとか言いながら付き合っちゃうっていう。で、相手は相手でさ、でも都合よく解釈するんだよ。この人私のこと好きだみたいな。で、ずっとね、もう暴走機関車のようにね、その辺を破壊しまくっていくので、嫌われる勇気っていうのを持ってね、一線引くっていうことはね、めちゃくちゃ大事になってきます。で、そうすることによってね、予防策にもなるんですよ。ちょっとね、例として出すのふさわしいか分かんないけど、皆さんがね、めちゃめちゃ嫌いなさ、地球最強のもうめちゃめちゃスピードが速くちっちゃく黒いすばしっこいあいついるじゃないですか。あいつを撃退する商品とかで、部屋の外かな、玄関とかにシューってしといて、バリア張るみたいな、予防するみたいなやつがあるわけですよ。シューってやっときゃ何日間か入ってこないようになるみたいな、そういう感じ。私はこういうの無理ですよとか、嫌いですよっていうのを先に表明しておくことによって、予防線を張っておくってことですね。こういう効果もあるので、嫌われる勇気を持つっていうのはめちゃめちゃ大事だというふうに思ってます。で、2つ目はですね、観察対象にするってことですね。人間関係に疲れる時っていうのは、相手がいて自分がいるわけですよね。で、こうやってコミュニケーションをしている中で、なんでこの人って私に対してこういうこと言うんだろうとか、この人こういうこと言って私がこういうふうに思うって想像できないのかなっていうふうに、ね、常に私っていうものが介在してるんですよ。で、これはしょうがないんだけどね、やっぱみんな自分が一番大事だし、実際こっちは傷つけられてるわけだからさ、ムカつくじゃないですか。でも、そこでね、あえて私というものを消し去るんですね。これが観察対象にするってことです。ペットを見てるとか、言い方悪いけど人間じゃないものを見てるみたいな、そういう感じで観察するんですよ。ああ、この人ってこういう行動するんだ、みたいな。そしたらまるで自分自身が言われてるんじゃなくて、相手の行動に意識をフォーカスできるんで、自分はこういう行動はしないようにしようとかね、その人の周りを見てみるとさ、うわー、周りも結構引いてんのにな、みたいな。そういう風に見えたりして、別の視点が見えてくるんですよね。で、それで観察するっていうことに集中することによって、自分というものがだんだん小さくなってね、消えていくんですよ。大体私は逃げられない空間の時っていうのはこういう戦法を使ってるんですね。とにかくもう観察対象にするってことです。だからもう自分の話もしないし、その人に対してなんならその人にも話振らないんで、絶対振らないから、自然と消滅していってくれないかなっていうね、感覚では思ってますね。もちろん平気じゃないかもしれないよ。好かれたくてずっとこっちに言ってきてるっていうケースもあるので、そういう人って結局自分が自分がって感じなのよ。もう周りの人なんて関係ないと、周りの空気が悪くなると関係ない、もう自分が一番大事にされたい、私の話を聞いてくれという感じの人なので、もうそれはね、もう私はあなたの話を聞きませんよっていう風に明確な意思をね、一回示してるんで、そこからはもうスルーするんですよ、ひたすらできる限りね。そしたら相手はつまんねえやつだなって思うわけですよ、こっちを。で、だんだんいや、この人いいやってなって、別のターゲットを探しに行くので、観察対象だと思うってことは、私はすごい大事だなというふうに思ってます。自分を守るためにもね。はい。で、3つ目はですね、無意識に他人に期待してるんじゃないかなっていうふうに自分に問いかけるってことですね。で、これはちょっと今までと方向性が違うよね。今まではだって、嫌われる勇気を持つとか、
観察対象だと思うっていう感じで、まあ、相手に対してどういうアプローチをするかっていう話だったんやけども、最後の最後に関してはですね、自分自身に対して自分の姿勢っていう感じですかね、そういうのを問うっていうことが大事で、結局なんでその人に対してこう失望してしまうとか、なんか嫌な気持ちになってしまうのかっていうと、やっぱりね、期待してるんですよ、心のどっかで。この人はこういうふうに言ってくれるんじゃないかなとか、こういうふうにもっと言えばいいのになみたいな感じでね、なんか期待してるんですよ、どっかで。でその期待にそぐわない行動を続けるんですよ、相手はね。なのでどん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 失望していったりとか、絶望していったりするわけですよ。ペット飼ってる人だったらわかると思うんですけど、まあ、犬でも猫でもさ、日本語は喋れないじゃないですか。で、日本語を喋ってほしいなって思って絶望する人っていないですよね。それはペットに対して日本語を喋るという機能を期待してないからなんですよね。それは当然ですよ、それは動物だから。動物の中で日本語喋れるのって、まあ、人間だけなんでね。だから極端な話、もうそういう考え方に切り替えるわけですよ。だからこの人はもう自分にとっては何だろう、そのいい影響をもたらしてくれる人ではないっていうふうにもう決めちゃうんですよね。決めちゃう。もちろん関係性の中でそれが変わってくることってのはあるので、その都度見直すことにはなると思うんだけど、基本的にはやっぱりね、期待しないっていうことが大事なんですよ。その人と一緒の空間にいるだけでなんかすごい嫌な気持ちになるっていうのはどっかで期待してるんですよね。今回はうまくいくんじゃないかとか、逆の方向に期待してる場合もあります。またこんなこと言われるんじゃないかとか、また嫌な気分にされるんじゃないかっていう、これはね、ネガティブな方向の期待なんですよね。で、そしてね、このネガティブな方向の期待っていうのはすごいね、成功体験を積んでしまうんですよ。だって嫌なやつに限って嫌なこと言うじゃんね、そういう風に思ってると、絶対言うと思ったマジないわみたいな感じになるじゃないですか。絶対なるんですよ。だから期待しないってことは、この嫌な成功体験を積まないっていう意味でもね、めちゃくちゃ重要なんですよね。というわけでね、3つ紹介してきました。1つ目は嫌われる勇気を持つ、2つ目は観察対象だと思う、3つ目が無意識に期待してないかっていう風に自分に問いかけると、まあ、この3つでしたね。まあ、動画のね、最初の方でほら、もううつ病を再発するのマジ嫌だからみたいな話をしたじゃないですか。中にはね、いや私は全然うつ病関係ないしとか、うつ病は経験してないけどちょっとメンタル病んでるなみたいな、まあ、人もいると思っちゃうね。で、そういう人に言いたいんやけど、仕事でうつ病になったとか、なんでうつ病になったかわからないみたいなケースって、まあ、いくつかあるわけですけど、大体結局ね、人間絡んでるんですよ。その仕事でうつ病になったっていう人も、その仕事の内容がきつすぎてついていけなかったっていうケースもなくはないけど、やっぱ少ないよね。なんかそれ以上にやっぱり職場の人間関係でいろいろあってとか、相談する人がいなくてとかね、まあ、そういうケースが本当に多いので、この人間関係を攻略するっていうのはね、もう人生でもかなり優先度が高いところになるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、自分の嫌いな人に対する付き合い方っていうのをね、疲れやすい人はちょっと見直してみてほしいなというふうに思います。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。